忍耐と勤勉が最高の自分を形成する。リチャード・コブデンも貧しい階層から出世した人物です。小さな農家に生まれたコブデンは幼い時にロンドンシティに送られ、貨物問屋の奉公人となりました。コブデンは勤勉で品行が良く、見聞を広めることを何よりも好みました。彼の雇い主はコブデンが書物を読みすぎることを戒めました。しかしコブデンはその戒めに従いませんでした。コブデンは自らの考え方に従い、書物の中に潜む宝物を自らの心に蓄積することに努めました。コブデンの才能は次第に開花していきました。後に印刷の仕事で大成功したのです。コブデンは常に社会の疑問に注意を向けていました。中でも民衆の教育について関心を寄せていました。コブデンはある法律を廃止するため私財をつぎ込んで尽力し始めたのです。コブデンは初めて議会で演説をしました。彼の言葉が拙かったため、その演説は大失敗に終わりました。コブデンは奮起します。効果的な言葉遣いを学び始め、演説の練習を粘り強く続けていったのです。その結果、コブデンは人々に影響力を与える演説者の一人に数えられるまでになりました。ここにコブデンを評価した言葉があります。あの人物は人間というものが忍耐や勤勉によって事業を成功させられるということを示した生きた証拠である。彼は自らの才能と努力によって極貧の出身から最高の地位にまで出世した人の中でも最も良い手本を示している。彼は堅実さが最も良い形で現れた人物である。